にちは。今テロップ書いてます。はい。こんにちは。こんにちは、泉マリンです。よろしくお願いします。やっほー。せひろさん、やっほー。おっちさん、おかえり、ありがとうございます。ただいまです。ガンさん、こんにちは、こんにちは。ふうさん、こんにちは。モノマナさん、おかえり、ピーちゃん。はるさん、こんにちは、ピーちゃん。しげきさん、こんにちは、こんにちは。まほさん、こんにちは、こんにちは。よしくんさん、こんにちは、こんにちは。あーちゃんさん、こんにちは、こんにちは。さゆかさん、こんにちは、こんにちは。ゆうゆうさん、おかえり、ただいまです。せいじさん、まりんちゃん、おかえり、ただいまです。れいなさん、こんにちは、こんにちは。ゆでたまごさん、こんにちは、こんにちは。みかさん、こんにちは。ひろみさん、お帰りなさい、ただいまです。ウリュウさん、マリンちゃん、こんにちは、こんにちは。ナオトさん、こんにちは、こんにちは。ユウスケ兄ちゃんさん、待ってたよ。本当に待たせてしまってすいません。そう、言い訳になっちゃうんですけど、そう、今、これちょっと前の配信してたところと違うと思うんですけど、後ろが。これ今おばあちゃん家で、配信してるんですけど、それでいろいろと配線がちょっと いろいろと間違っていて、ちょっと配信できないってなっちゃって、急遽用意したのがあって。でも楽しんで頑張ります。ここだ。激辛さん、お帰りなさい、こんにちは、こんにちは。スケモンさん、花束ありがとうございます。嬉しい、花束ありがとうございます。一番星桃次郎さん、お帰りなさい、ただいまです。ラスさん、お久しぶり、お久しぶり。カズさん、久しぶり、お久しぶりです。警備員さん、お帰り、ただいまです。ハルーさん、お帰りなさい、ただいまです。ユウさん、こんにちは、こんにちは。パンダタイムさん、ピーちゃん、お帰りなさい、ただいまです。スケモンさん、マリンちゃん、お帰り ありがとうございます。ウリュウさん、わーい、わーい、ありがとうございます。りょうすけお兄ちゃんさん、おかえり、ただいまです。声が聞こえる みおさん、ぴーちゃん、こんにちは、お待ちしておりました。こんにちは、ありがとうございます。待っていてくださってありがとうございます。ソルさんは ありがとうございます。せいろさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。トゾイも嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ゆうゆうさん、覚えてます？あ、覚えてます ゆうゆうさん、ちゃんとしっかり覚えてます。今皆さん名前呼んだけど、ほぼ全員覚えてます そう、ツイートにもコメントしてくださってて、覚えてますか？覚えてるといいなって もちろん覚えてます。せいろさん、パチパチありがとうございます。嬉しいです。うりゅうさん、まりんちゃんが可愛すぎるよ、ありがとうございます。嬉しい ありがとうございます。せいろさん、いいね、いいね、ありがとうございます。星がめっちゃバーってなってた ありがとうございます。エイトマンさん、こんにちは、こんにちは。シロトマさん、こんにちは、こんにちは。セイロさん、ありがとう。あ、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。お疲れ、あ、ありがとうございます。
お疲れ様です。ありがとうございます。山ちゃんさん、ピーちゃんお久しぶり、元気？お久しぶりです。元気です。元気、元気です。はい、あ、そうだ、自己紹介をします。茨城県出身、中学3年生、15歳のピーちゃんこと泉マリンです。ウェーブ所属になりました。歌やギターやピアノや DTM や作詞作曲をやっています。これから頑張っていくので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。スケモンさん、何して過ごしてたの？いろいろ、まあ練習したりとか、そう、配信系とか SNS とかが一切できなくて、ね、練習したりとか、あとは3月中学生って言えるうちに自分で自作した CD を作りたいと思っていて、その全部ミックスとかいろいろな作業があるんですけど、そういうのを全部 DTM もやっているので、それで全部作って、その中学生のうちに作ったっていうのを残すために、その今作っていて、それをあとは基本的にはやってました。はい。そう、皆さんにも聞かせできると思うので、ぜひ楽しみに待もう約束みたいな感じで、はい、自分の中で決めています。はい。頑張ります。アメジストさん、こんにちは、本物だ、わーい。こんにちは、本物です、よろしくお願いします。あきらさん、こんにちは、元気だった、元気です。あつしさん、久しぶり、お久しぶりです。おちさん、大好きです、ありがとうございます、嬉しい。あーちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。コロさん、また活動再開してくれて嬉しい、あー、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。ウリュウさん、ウェーブでアーティストになるの？そうですね、はい、所属としていろいろ活動していきたいと思っています。はい、これからまだ、そうですね、いろいろと、はい、こう決めている最中なんですけど、これからウェーブさんでお世話になって、素敵なアーティストになれるように頑張ります。はい。リオスケお兄ちゃんさん、機材トラブルは仕方ないよ。あ、そう、申し訳ないんです。そう、初めてというか久しぶりなのに、気をつけます。ケモンさん、これからどんな活動をしていくんだい？これから、まだ、そうですね、そうですね、まだ決まってるわけじゃないんですけど、いろいろとこういうショールームだったり、こう SNS とかそういうところにも力を入れていきたいなと思っているのと、あとは音楽活動というか音楽のレベルアップをたくさんしていっていきたいなって思っていますね。これから、そうですね、また決まり次第いろいろとお話ししていきたいと思います。 FC バルセロナさん、プルルル、お久しぶりです、お久しぶりです。
リーさん、何かのイベント参加中ですか？あ、今はイベントは参加してないです。これから参加していくと思います、多分。はるさん、しっかり顔を見せてくれたから、遅れたのなんて気にならないよ。ああ、ごめんなさい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。気をつけます。ひろみさん、まりちゃんが元気そうでよかったです。ああ、ありがとうございます。元気です。そう、昨日の18時にツイートとインスタを始めさせていただいたんですけど、そう、予想以上に皆さんの、コメントとかがすごい多くて、すごくびっくりしたし、もう本当に嬉しかったです。こんなにもう来てくださると思わなかったので、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そう、メンバーにも言ったんですよ。これから始めるんだって 言ったら、そう、桜のメンバーとか、あと寺もちゃんとか ユッキーとかに入れたら、みんな喜んでくれました。そう、あとりなちとか、はい 桜もみんな「おめでとう」って言ってくれたので嬉しかったです。せいじさん、焦らされてさらにキュンキュンした ありがとうございます。焦らせてしまった、申し訳ありません そう、桜の、あ、そう、こないだかよんちゃんに会いました。りなちとも会いました。はい アメジストさん、花束、あ、ありがとうございます。嬉しい。花束ありがとうございます。嬉しい。紫だるま、ありがとうございます。紫だるま、ありがとうございます。ラズさん、星、ありがとうございます。嬉しい。星ありがとうございます。スケモンさん、もうずっと寂しかったよ。とりあえず桜メンバー2人目の再デビューおめでたい。あ、そう、ありがとうございます。そう、美咲ちゃんも本当にすごいですよね。桜プロジェクトの本当にすごいなって思いました。さすが美咲ちゃんって思いました ありがとうございます りょうすけお兄ちゃんさん、中学卒業おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、まだ 休校期間中だけど、ありがとうございます。もうちょっとで卒業です もなものさん、活動再開を楽しみに待ってました。あ、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。そう、突然の発表になってしまって、多分びっくりした方が多いと思うんですけど、はい、そう、お声をかけていただいて、すごくなんか本当にこう自分のやりたいことにぴったりだなって思って、すごく、はい、いいなって思ったので、このウェーブさんにお世話になって、これから頑張っていきたいと思っています。はい スケモンさん、アリナちゃんと会ったの？あ、はい、この間お会いして、
そう、たまたまお会いしたんですけど、そう、すごく可愛かったです そう、お会いできて嬉しかったです。アメジストさん、試験は乗り越えるためにある、あ、試練だ試練は乗り越えるためにある、あ、ありがとうございます。そうですね、乗り換えます。ひろみさん、あ、中学校卒業おめでとうございます。ありがとうございます、嬉しい。あきらさん、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。皆さん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。ハートが、ハートありがとうございます。山潤さん、こんにちは。こんにちは。スケモンさん、ひろみちゃんと絵馬書きに行ったんだけど見てくれたかい。絵馬、え、書きに、エマ、エマってどこだろう 教えてください。見てない気がする。ありがとうございます、嬉しい。せいじさん、マリンちゃんにこんなに早く会えるなんて嬉しすぎる。あ、ありがとうございます。ちょっと1ヶ月弱早く会えるので、私もすごく楽しみにしていて、すごく昨日から今日にかけてすごい皆さんが反応をくださって、すごい嬉しいなって思いました。山ちゃんさん、声ロカメンバー誰か会いましたか？声ロカメンバーは会いました。寺もちゃんとりなちとかよんちゃんと、あとはゆきに会いましたね。はい その4人に会いました。そう、みんな元気でした やっぱり落ち着きますね。しんやさん、こんにちは。こんにちは。バクテカさん、マリンちゃん大好き、待ってました。ありがとうございます、嬉しい。シュウさん、応援してます。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。バクテカさん、さっきツイートにいいねしてくれてありがとう。あ、ツイートにいいねしてます ありがとうございます。こちらこそ嬉しい。スケモンさん、マリンちゃんに焼肉おごりたいんご おごりたいんご、ありがとうございます。焼肉、そう、でも前もメンバーと行ったり してて、そう、野菜焼きをずっと食べてました 嬉しい。ありがたんご アーチャーさん、ハートありがとうございます。ハートいっぱいありがとうございます、嬉しい。オッチさん、好きがあふれる。あ、ありがとうございます、嬉しい。アメジストさん、パチパチありがとうございます。ハルさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。セイジさん、パチパチありがとうございます。オッチさん、ピーちゃんロスが解消された。あ、よかった ありがとうございます。ヨシくんさん、タンポポありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。ガンさん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。セイヒロさん、ハートありがとうございます。コロさん、 CD 絶対買うよ。あ、ありがとうございます、嬉しい CD、 作って今作成中です。顎関節症さん、こんにちは。こんにちは。アメジストさん、おお、 CD とは。あ、ありがとうございます。モナモナさん、おお、 CD 楽しみ、ありがとうございます。頑張ります、今頑張ってます
ひろみさん、CD 欲しいです。あ、ありがとうございます。嬉しい。スケモンさん、かわいい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。CD 買う。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ワクテカさん、一番大好きマリンちゃん、アリナちゃんも好きでショールームよく行ってるよ。あ、そうなんですね。おお、ショールーム。アリナちゃん、本当にそう、お会いできて嬉しかったです。ソルさん、 CD 買う、通販できる？あ、そう、どうなんだろう。まだ CD どうしようっていうのをまだ決めてないんですけど、でも多分出してはいくと思うので、ぜひまたその時にお知らせしたいと思います。カズさん、おお、ありがとうございます。りょうすけお兄ちゃんさん、ゆきねちゃんも中学卒業だよね。あ、そうですね。ゆきも卒業、同い年なので一緒に卒業です。しんやさん、自主制作。あ、そうですね。自分で DTM で音を入れたりとか、レコーディング、そうですね、したりとか、いろいろします。自主制作頑張ってます。ミオさん、それは楽しみが増えました。あ、ありがとうございます。嬉しい。ゆうたぴょんさん、 CD 予約します。あ、ありがとうございます。嬉しい。スケモンさん、 CD にサインください。いっぱいおしゃべりしたいん したいん。ありがとうございます。サイン書きます。 ありがとうございます。私もおしゃべり楽しいです。あ、そうだ、あと言ってなかったんですけど、そう、30分遅らせてしまったので、15時30分まで配信したいと思います。多分15時半にポチって切れる自信ないけど はい、大体そのぐらいで終わりにしたいと思います。おしゃべりしたいん。ルカちゃんだ。ハルさん、 CD 楽しみだな。それは売るの？どうなんだろう。なんかまだ多分出すとは思います。まだいろいろ未定なんですけど、ちょっとそうですね、決まったらお知らせします。山ちゃんさん、楽しみにしてるよ。あ、ありがとうございます。ノートさん、できたら聞きたい。あ、ありがとうございます。あ、多分そうですね、皆さんが聞けるようには絶対すると思います。どういう感じで出すのかがまだ分かんないんですけど、はい、ちょっと皆さんが喜んでくださるようなのを作りたいと思います。せいじさん、 CD の話聞いて画面に向かっておってつい叫んでしまった。買いたいです。あ、ありがとうございます。叫んでしまった ありがとうございます。スケモンさん、早く現場ください。現場、そうですね、そう、ライブとかもしていきたいなって思ってるので、ぜひお楽しみに。アメジスタさん、1ヶ月ないけど CD めどは立ってるってことかな。そうですね、 CD、 そう、結構ギリギリなんですけど、なんとか 形にしたいなと思っています。アーチャーさん、タンポポありがとうございます。タンポポありがとうございます。コロさん、ショールームは定期的にやる感じ？そうですね、ショールーム3月中はちょっと少なくなっちゃう可能性もあるんですけど、4月からはもっともっといっぱいやっていきたいと思っております。
宇治抹茶さん、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。ピーチさん、ミサキと、あ、ピーチさんピーちゃん、こんにちは。よろしくお願いします。野良猫さん、ピーちゃん、おひさ、よろしくお願いします。スケモンさん、ハートありがとうございます。ハート。コロさん、あ、ありがとうございます。カウントかな、ありがとうございます。ハセオさん、初見です。はじめまして、こんにちは。あ、はじめまして、よろしくお願いします。自己紹介をしたいと思います。15歳の中学3年生の茨城県出身の泉マリンです。ピーちゃんこと泉マリンです。ウェーブ所属です。よろしくお願いします。ピアノとギターと歌と DTM と作詞作曲をやっております。ぜひ応援よろしくお願いします。そう、まだ自己紹介に慣れてなくて、なんていうのかな詰まっちゃうんですけど、ちょっとしっかりスラーッと言えるようにちょっと慣れるまであれですが、早く慣れるように頑張ります。野良猫さん、フォローしました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。モナモナさん、ピーちゃんの音楽活動すごく楽しみ。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございますワカテカさん、マリンちゃんのファンクラブできたらすぐ入ります。ありがとうございます。ファンクラブできるのかな、お楽しみにピーチさん、アリナちゃんと同じウェーブになったんだね。そうですね、はい、アリナちゃんと、はい、ウェーブ所属になりました。頑張ります。野良猫さん、高校生になるんだっけ。そうですね、4月から高校1年生になります。ワクテカさん、もう自分はずっとこのアバターだよ。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、なんかアカウント変えたからなんだと思うんですけど、なんかもうアバター配布ができなくなっちゃったらしくて、ちょっと多分イベントでアバター制作権みたいなのを取らないといけないんですよね、多分。そうだから今アバターは配布できてない状態なんですけど、早くアバター配布権を取れるようにやっていきたいです嬉しい、ありがとうございます。ゆうゆうさん、買い物中だからあまりコメントできません。笑顔だけでも見てます。ありがとうございます。買い物中、ありがとうございます。嬉しい。スケモンさん、ライブとかあるの。ライブはどうなんだろう、まだ、そう、まだ未定のことが多いんですけど、これから多分やっていくと思います。楽しみにしててくださいそう、まだ全然決まってないんですよ。だから決まってないというか、大体は決まってるけど、具体的にどういう風にするかみたいなのが決まってないので、そう、でもいっぱいやって活動していくので、ぜひその時はお知らせしたいと思います。埼玉のモインキラーさん、マリンちゃん、こんにちは。こんにちは。さすらいハンターさん、超こんにちは。 Y さん、星ありがとうございます。星嬉しい、ありがとうございます。埼玉のボインキラーさん、相変わらず清掃。ありがとうございます。ファッションチェックしたいと思います。今日は
こんな感じの水色のニットです。袖もこうなってます。下は黒のスカートです。はい、と、あつしさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。わくてかさん、だってずっと待ってたんだもんありがとうございます、嬉しい。アメジストさん、2月22キララちゃんだっけ、 CD のこととか復活近いかもってツイートしてたね。そうなんですね。初耳かもしれない、ちょっと遡って見てみますクローバーさん、こんにちは、お元気そうで何よりです。こんにちは、元気ですありがとうございます。コロさん、他のメンバーにも後に続いてほしい。あ、そうですね、そう、みんなたまにそうちょっと連絡は取ったりしてるんですけど、こうそうなんかみんなそう知ってるけど知らないみたいなそう感じなので、みんなどうしてるんだろうって思いますねY さん、あ、星いっぱいありがとうございます。まなまなさん、黄色いだるま、だるまさん、ありがとうございます、嬉しい。ガンさん、花束ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。野良猫さん、バラありがとうございます、バラありがとうございます。ゆうゆうさん、ユッキーはショールームしないの？ショールームどうなんだろう、でもどうなんでしょうでもみんなそうですね、してそうどうなんだろうそう答えられることが少ないんですけど、でもみんな忙しいっぽいですみんなそうですね、あ、でもそう大人の事情で3月までは配信とかできないと思うので、そうですね、やるなら4月からっていう感じだと思います。アメジストさん、ドキドキ、ルカルカは、あ、ルカルカちゃんはあのそのこのことを始めるよっていうことを LINE で言ったらおめでとうって返してくれました。ルカちゃん今何してるんだろう。そうですね、りょうすけお兄ちゃんさん、ゆっきーショールームしてほしい。そうですね、ショールームしてほしい。でもこの間会った時も元気で相変わらず可愛かったですそう、あとつむぎちゃんとかも報告したらおめでとうって言ってくれました埼玉のもゆきらさん、まつりなちゃんにプレゼントあげたの？そうですね、あげました。そう、この間誕生日だったのであげましたそう、そしたらりなちからもプレゼントをいただいて、ありがたいことにそう、しかも桜の香水とハンドクリームをもらって、すごくいい匂いで気に入ってます、嬉しい。ヤスピーさん、花束ありがとうございます、嬉しいです、花束ありがとうございます。スケモンさん、マリンピのライブあったら飛んでくよ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。トリナチともたくさんお話をしました埼玉のムイキラーさん、尊い、ありがとうございます、嬉しい
ノートさん、ハートいっぱいありがとうございます。ハートありがとうございます。まさしさん、おかえり、ただいまです。りょうさん、おかえりなさい、ただいまです。と、斉藤優也さんかな。ザ・コインロッカーズ元メンバーが少しずつ芸能活動を再開してくれてありがたし。そうですね、みんな再開してる子もいてそうですね、みんな元気なので、そうみんなと会いたいです。埼玉のムイキラーさん、ありがした、めっちゃ感動した。あ、ありがとうございます。ありがした、そう、ありがしたはゼップの罰ゲームで、私はみんなのモノマネをしながらみんなを紹介する曲を作るっていう子役だったんですけど、そう、でもみんなのモノマネはさすがに難しかったんですけど、みんなの特徴を入れてみました。何人かはモノマネしたけど。 Y さん、星ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。スケモンさん、卒業式はなしでみんなとお別れ会、スケモン慰めます。あ、卒業式、そう、まだあ、そう、まだあるかないかもう分かんないんですけど、そう、ちょっとちょっと残念だけど、でもそうですね、ありがとうございます慰めます、ありがとうございます。ピーチさん、ピーちゃんは実力あるから大丈夫だ。あ、ありがとうございます。そんな、そんな、ありがとうございます、嬉しい。埼玉のムインキラーさん、だるま、赤いだるま、ありがとうございます、嬉しい。ロンリーボーイさん、嬉しい、びっくりです。あ、ありがとうございます、嬉しい。はるさん、卒業式がどうなるのかまだ決まってなくて混乱してる。あ、そうなんですね。あ、そう、私もそうですまだどうなるんだろうっていう感じなので、そうですよね、ちょっと混乱ですよねでもあることを願っています。かかさん、ぴーちゃんお帰り、ただいまです。やまちゃんさん、高校生になったらまず どんなことをしたいのかな。高校生になったら、まず中学生のうちに CD を完成させて、4月からは、いろいろショールームもさらに頑張っていきたいなって思うし、そうですね、まあ、音楽活動をとにかくレベルアップもしていけるようにいろいろと頑張っていきたいなと思ってます。どんなこと、なんだろう、高校生らしいこともしてみたいですみおさん、事務所から連絡が来たんですか。そうですね、お声をかけていただいて、そう、だっけの小色科のオーディションの時から、なんかこうお世話にな、オーディションの時にこうサポートをしてくださっている会社だったので、それでお声をかけていただきました。はい。ソルさん、スカウトされたのか、さすが分かる人は分かるね。いやいやでもありがとうございます、本当に嬉しかったです。セイジさん、声をかけてくださるってことはちゃんと見てる人は見てるってことだよね。そうですね、声をかけてくださって、すごく嬉しかったですコロさん、またマリンちゃんに会いたいん会いたいん私も皆さんに会いたいんせいじさん、グループでの活動もいい経験になったね。はい、そうですね、すごくいい経験になって、やっぱりこの
1年間ですね。そう、1年間やってきたことは、そう、今でもすごくいい経験だったなって思うし、これからもっと役立っていくんだろうなって思いますね。そう、本当にいい経験だなって思います。そう、いろんたくさんライブしてきたから、そういうのにも多少は慣れたので、そう、すごくいい経験でした。スケモンさん、エマは神社で願い事書くやつ、ありがとうございます。見てないです。ありがとうございます。嬉しい。斉藤優也さん、昨日芸能活動再開の発表があったね。昨日私誕生日でした。最高の誕生日プレゼントでした。あ、そうなんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー。おめでとうございます。嬉しい。そんな最高の誕生日プレゼントなんて嬉しいです。これから、そうですね、頑張っていきます。ありがとうございます。アメジストさん、ピーポーピーポー、なかなか長い。あ、そうでしたね、ちょっと長かった。はるさん、この配信楽しみすぎて昨日寝れなかった、遠足前の小学生的な。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、私もめっちゃ楽しみだったんですけど、めっちゃ寝ました。普通に寝ました。嬉しい、ありがとうございます。スケモンさん、ユッキー何してるの。ユッキー、でもそうですね、言えることは限られてるけど、でもそう、いろいろ頑張っていました。なんて言えばいいんだろう。でも本当にいつも通りなユッキーのスマイルでした。ロンリーボーイさん、メンバー再編で私の推してたメンバー誰もいなくなったみたいで寂しくなりました。あ、そうなんですね。そうですね、そう、でもみんな結構元気なので。本当にそうですね、いつかそのこのなんて言うんだろう、皆さんとこう SNS とかそういうのでこう芸能活動とかで出てくる人がいっぱいいれば、みんな皆さんも嬉しいのかなって思うんですけど、なんて言えばいいんだろう、話がまとまらん。ちょっと久しぶりで話がちょっとなんかうまく話せないんですけど、そうですね、みんな本当に元気ですね。連絡たまにしてます、みんなと。はい、じゃあそろそろ歌を歌いたいと思います。随分と喋っちゃった。はい、今日は4曲やる予定なんですけど、はい、歌を歌いたいと思います。では最初に歌う曲はテロップ書きますね。久しぶりだからなんかちょっとぎこちないですけど、そう、はい、スクールデイズを歌いたいと思います。イエーイ。はい。歌
さんコメントありがとうございます。ちょっとなかなか追いつけてないんですけど、ちょっとペースを上げて読んでいきます。それではそろそろ歌いたいと思います。お水を投入します。それじゃあ歌いたいと思います。はいリップロール、はい、それでは歌いたいと思います。とそれでは聴いてください。オリジナル曲のスクールデイズ。スクールデイズ、いつまでも一緒にいるわけじゃない、だからこそ今の時間大切にしたい。スクールデイズ、大声で叫ぼうか、青春しようか、 Because it is a fun teenager、 はじけよう。スクールデイズ、テスト勉強頑張ってる深夜まで、思わず歌ったね、親に起こされた。いつまでも大変だとか言ってられない、みんなみんな忙しいのに、いつもよりハイペースでスクールデイズ動き出す、知らぬ間に時は流れる、だから今の時間を大切にしたい。スクールデイズ、勉強も部活も恋も全部、走り出したら止まらない、どこまでもスクールデイズ。明日は友達とお出かけ準備してる、ワクワクだ、思わず弾けちゃう、楽しみすぎるの。いつまでも遊んでるだけじゃダメだよね、みんなみんな努力してる、だから私だってスクールデイズいつまでも一緒にいるわけじゃない、だからこそ今の時間大切にしたい。スクールデイズ、大声で叫ぼうか、青春しようか、 Because it is a fun teenager、 はじけよう。スクールデイズ、いつまでも大変だとか言ってられない、もっと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 輝いた世界へと。スクールデイズ、いつまでも一緒にいるわけじゃない、だからこそ今の時間大切にしたい。スクールデイズ、大声で叫ぼうか、青春しようか、 Because it
がとうございました。オリジナル曲のスクールデイズでした。ありがとうございます。ちょっと間違えちゃったけど、スクールデイズでした。ありがとうございました。よいしょ。はい、それでは読んでいきたいと思います。あれ、ん、あれ待って、下が読めない。え、ん、うんうんうん、下が読めない。え、ん、うんうんうん、と一回スマホが落ちました。あの、落ちちゃいました、すいません。ちょっとコメントが消えちゃったのがあったんですけど、すいません。ちょっと多分この容量的に負荷がかかっちゃって、多分落ちちゃったと思うんですけど、はい、読んでいきます。お水飲みます。聞いていただいてありがとうございました。ちょっとコメントが結構消えちゃってすいませんでした。ちょっとギフトだけ読んでいきます。スケモンさん、ギフ、花束ありがとうございます。セイロさん、かわいい、ありがとうございます。トトイもありがとうございます。パチパチもありがとうございます。セイロさん、いいね、ありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。アーチャーさん、かわいい、ありがとうございます。アメジストさん、花束ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。もなものさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい。激辛さん、ハートありがとうございます。あきらさん、ハートありがとうございます。しゅうさん、かわいい、ありがとうございます。アーチャーさん、ハートありがとうございます。ガンさん、ありがとう、ありがとうございます。ヨシくんさん、タンポポありがとうございます。スケモンさん、かわいい、ありがとうございます。アーチャーさん、タンポポありがとうございます。スケモンさん、ハートありがとうございます。アチさん、かわいい、ありがとうございます。ガンさん、花束ありがとうございます。ヤスピーさん、花束ありがとうございます。埼玉のモインキラーさん、尊い、ありがとうございます。ナオトさん、ハートありがとうございます。カブさん、ハートありがとうございます。アメジストさん、ハートありがとうございます。スケモンさん、ダルマありがとうございます。カブさん、かわいい、ありがとうございます。ワイさん、タンポポありがとうございます。ナオトさん、かわいい、ありがとうございます。イヤガスランドさん、ハートありがとうございます。ソルさん、尊い、ありがとうございます。たくさん皆さんギフトありがとうございます。本当に嬉しいです、ありがとうございます。アメジストさん、スーパー中学生、そんな、ありがとうございます。ラズさん、スクールデイズ好きです、ありがとうございます、嬉しい。モノモナさん、感動ありがとうございます。ミワさん、久しぶりのスクールデイズ、久しぶりのスクールデイズでした。オチさん、本当にピーちゃんが帰ってきたって思える、泣ける、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。モノモノさん、パチパチありがとうございます。一番星ももじろうさん、スクールデイズライブで聞いた記憶が蘇える、この歌好きだよ、パチパチありがとうございます、嬉しい。そう、ライブでも披露しましたもんね、そう、懐かしい。埼玉のムインキラーさん、パチパチありがとうございます。激辛ロックさんじゃなかった。激辛さん、パチパチありがとうございます。すいません、間違えちゃった。ガンさん、パチパチありがとうございます。ソルさん、ありがとうございます、パチパチ。オチさん、ありがとうございます。ハルさん、
パチパチ涙が出てきた。ありがとうございます。笑い。ありがとうございます。セイロさん、ありがとうございます。アメジストさん、ありがとうございます。ヨシくんさん、ありがとうございます。ケビンさん、ありがとうございます。しんちゃんさん、ありがとうございます。ナオトさん、ありがとうございます。ユータピョンさん、ありがとうございます。カカさん、ありがとうございます。シロトマさん、ありがとうございます。ガンさん、いいね、ありがとうございます。ラズさん、ありがとうございます。リナさん、ありがとうございます。スケモンさん、あ、なんか懐かしい。あ、ありがとうございます。懐かしい。ヒロミさん、パチパチ、ありがとうございます。セイジさん、ありがとうございます。ワイさん、ありがとうございます。モナモナさん、スクデイいいな、ありがとうございます。嬉しい。さやかさん、パチパチありがとうございます。しげきさん、ありがとうございます。せいろさん、レッツゴーヤ、ありがとうございます。はるさん、スタートに想像しいじゃないふさわしい歌だね、ありがとうございます。そう、ふさわしいって、想像しいってなんかついつい読んじゃうんですよ。ふさわしい、ありがとうございます嬉しい。ソルさん、心が洗われた、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。よしくんさん、パチパチありがとうございます。いや、イガヤスランドさん、パチパチありがとうございます。ヤスピーさん、ピュアな気持ちになりました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。野良猫さん、パチパチありがとうございます。みおさん、歌唱力とギタースキルが向上してて感動してる、あ、ありがとうございます。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。テラリンさん、ハートありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。野良猫さん、いいね、爽やか、あ、ありがとうございます。りょうすけお兄ちゃんさん、あれ、あ、そう、ちょっとさっき落ちちゃったんですよ、すいません。そう、あのコメント読めなかった方もいたと思うんですけど、すいません、申し訳ないです。ふう息が持たん。せいじさん、力強くリズミカルな演奏に感動、本当楽しみにしてた甲斐があった、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです。アメジストさん、固まったと思ったら立て固まって立て、すいません、そう、最初立てになってましたおっちさん、ありがとう、ありがとう、あ、こちらこそありがとうございます。富山の梅ちゃんさん、ピーちゃん間に合った、あ、ありがとうございます、間に合った、よかった。奈良猫さん、音楽センス高いんですよ、うん、ありがとうございますありがとうございます、嬉しい。スケモンさん、ありゃりゃ、そう、あのさっき落ちてしまいました、スマホさん頑張ってスポーティージーさん、アニョン、アニョン、よろしくお願いします。富山の梅ちゃんさん、ピーちゃんお帰りなさい、ただいまです。そう、ん、あれ、みおさん、消えちゃったコメントはごめんだね。そうですね、あの、そう、消えちゃったコメントしてくださった方、すいません、ごめんなさいありがとうございます。ヤスピーさん、音符ありがとうございます、音符。モナモナさん、今までになく軽快で爽快なスクールデイズだった、あ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。キャシーさんは初見さん、今日ショールーム重いね。そうですね、ちょっと重い、でも配信終わるまでちょっと持ってくれることを願います
悪魔狂信者さん、スマホを落としただけなのに。そう、マイアン可愛いですよね。そう、あとそう M ステも見ました。本当に幸せの保護色めっちゃめっちゃ好きです。そう、最近ずっとずっと頭の中に流れてて、幸せの保護色がずっと流れてます。セイラさん、水を飲みました。アメジストさん、土地の通信環境のせいかな。あー、どうなんだろう、通信環境どうなんだろう。微妙です。ハセオさん、僕は AKB と乃木坂が大好きです。あ、そうなんですね。お、 AKB さんも好きなので、そう、もともとはあの AKB さんがアイドルを好きになるきっかけでずっと好きなので、そう、乃木坂さんも大好きだし、よかった。一緒です。しんちゃんさん、久しぶりに聞けて嬉しい。あ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。富山の梅ちゃんさん、ハートいっぱいありがとうございます。ハートありがとうございます。それではちょっと2曲目を歌いたいと思います。ですね、2曲目はあれを歌いたいと思います。よいしょ、あ、テロップを変えたいと思います。うまくいかなかった。テロップ今書きます。はい、2曲目は日向坂46さんのキュンを歌いたいと思います。イエーイ。はい。それではそろそろ歌いたいと思います。あ、これはちょっとまだあの最後のサビが転調するんですけど、そこがまだちょっと弾けないので、ワンコーラスを歌いたいと思います。歌います。はい、では歌います。ちょっとあの最後切れる切れ目がちょっと変、ちょっとあれみたいな感じになるかもしれないんですけど、そこでワンコーラスで終わりにさせていただきます。はい、それでは歌いたいと思います。聴いてください、日向坂46さんのキュン。キュン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 どうして、キュン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 どうして、 I just really love this you。 キュン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 、あ、間違えた。もう一回歌います。それでは聴いてください、日向坂46さんのキュン。キュン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 どうして、キュン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 どうして、 I just fall in love with you。 キュンキュンキュン切ない、キュンキュンキュン切ない、 You know I can't stop loving you。 Sunday なぜなんて Monday 聞かないで、 Tuesday きっと理解できないだろう、 Wednesday 毎日サステにかけて、ファイデンも続けてきたサタデー。もっと会いたいなんて不思議だ、きっと僕は声をかけられない、目と目合うと胸が締め付けられる。電車の窓と鏡が
して腕に巻いてた真っ黒なヘアゴムでポニーテールに髪を束ねた。可愛い君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった。セデンキみたいにほんの一瞬でビリビリしたよ。何もなかったようにさりげなく遠い場所から見守っていよう。そんな思いさえ気づいていない、余計に君を抱きしめたくなった。キュン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 しちゃった、キュン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 しちゃった。I just fall in love with you。 キュンキュンキュン愛しい、キュンキュンキュン愛しい。 You know I can't stop loving you。 ありがとうございました。日向坂46さんのキュンでした。ありがとうございました。わ、はい、配信では初めて歌いました。そう、結構配信ってずっと喋ってるので、そうそれでこの早い曲はカロリー高めだけど、いっぱい多分カロリー消費できたと思います。はい、聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。ゆうすけお兄ちゃんさん、配信聞きながら実は雪だるま作ってたなんて言えない。すごい。雪だるま、いいですね。雪だるまいいな。いいですね。楽しそう。今年雪積もるのを見たことがなかったから、楽しそうです。富山の梅ちゃんさん、星いっぱいありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。キムシュンさん、初見です、かわいい。ありがとうございます。はじめまして、茨城県出身、中学3年生15歳のピーちゃんこと泉マリンです。ピアノ、ギター、作詞作曲、 DTM 歌をやっております。応援よろしくお願いします。紫桜の C チャンネルさん、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。コロさん、ピーちゃんに癒されてるなう。ありがとうございます、嬉しい。グッサン、初見でしたがいきなりルームで歌聞けた、いい声してます。はじめまして、よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。かわいい、ありがとうございます。富山の梅ちゃんさん、ありがとうございます。尊い、ありがとうございます、嬉しい。モナモナさん、初見の方も多いみたいなので、ピーちゃんの歌声たくさんの方に聞いてもらいたいね。そうですね、嬉しい。初見の方が多くて嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。刺激さん、これから夜勤なので行ってきます。また来るね、久しぶりの歌、よかった。夜勤頑張ってきてください。ありがとうございました、見てくださって、バイバーイ。ありがとうございました、嬉しい、歌よかった、ありがとうございます。ハセオさん、スクールデイズ初めて聞きました、いい曲ですね。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。みゆなさん、素敵な曲ですね、フォローしました。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。フォローも嬉しい、ありがとうございます。スケモンさん、ピーちゃんは坂道好きだから CD に握手券つけたら積みます。握手券とか、
あ、そういうのもいいですね。ちょっといろいろ考えてみます。ありがとうございます。おちさん、本当にピーちゃんが帰ってきたんだ、嬉しい。あ、ありがとうございます。帰ってきました。はるさん、お出かけするからまたね。あ、お出かけ楽しんできてください。またね。アメジストさん、今日は復活初日もあるけどコメントのたまりがすごいから、たまりすごいですね。ちょっと急がなきゃいけないですね。あと45分、だいたい。せいじさん、皆さんのコメントありがたくて時間的に曲が間に合うかな。そうなんですよね、ちょっとすごくコメントをいただけて本当に嬉しいです。曲もちょっと随時やっていきます。スケーモンさん、マリンピとプリクラ撮りたい。あ、嬉しい。プリクラ撮りたいです。最近撮ってないプリクラ。プリクラってなんか楽しいですよね。センタさん、初見です、めっちゃ綺麗な声。あ、はじめまして、よろしくお願いします。ありがとうございます、嬉しい。さすらいハンターさん、花束ありがとうございます、嬉しい。銀眼の釈塩優さん、はじめまして、こんにちは。歌聞けなかったよ、聞けるのね。あ、はじめまして、こんにちは、ありがとうございます。またあと2曲歌います。ありがとうございます。富山の梅ちゃんさん、ピーちゃんに再会できて幸せです。あ、ありがとうございます。私も皆さんにこんなにたくさんコメントとかいろいろいただけて本当に幸せです、ありがとうございます。ほなものさん、何かな何かな、キュンでした。ロンリーボーイさん、ピーちゃんが満足する応援はできないかもだけど改めてよろしくね。そんなことないです、今でも十分。本当に十分すぎるぐらいです、ありがとうございます。改めてよろしくお願いします。おちさん、キュンキュンでした。せいじさん、初回です、視聴者1000人おめでとう。 ありがとうございます、嬉しい。お、1200人、お、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。おなものさん、おー、キュンでした。はせおさん、歌声素晴らしかったのでフォローさせてもらいました。あ、ありがとうございます、嬉しい、フォローありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。なおとさん、おー、ありがとうございます。アメジストさん、パチパチありがとうございます。ゆでたまごさん、キュンでした。ものものさん、1000人突破ありがとうございます。せいじさん、キュンは初めてだね、レッツゴーヤ、レッツゴーヤ、キュン、そうですね、初めてでした。ソルさん、キュン、店長はカポであげちゃえばいいよ。あー、そういう手もあるんですね。うん、ちょっとやってみたいと思います。そう、あのカポ今これしか持ってないんですよ。これだと両手でやんないといけないので、そう、挟むやつを手にしたらそれでやってみたいと思います。あ、カポ曲中にあげるっていう発想があんまりなかったかもしれない。ちょっとやってみたいと思います。ふうさん、音符ありがとうございます。よしくんさん、音符ありがとうございます。キャシーさんは、初見さん、毎回歌う前にプルルーやるの面白いね、いいと思う。あ、ありがとうございます。そう、なんかウォーミングアップみたいな感じなんですけど、はい、やってます。毎回。長谷川さん、キュンは日向坂で一番好きな曲なのでピーちゃんにキュンしました。ありがとうございます、嬉しい。そう、日向坂さんに最近すごくハマっていて、すごく聴いています。なんか日向坂さんの曲を聴くとなんか本当に気分が
上がるというか、なんだろう、明るくなります。なんかそう、朝とかにつけたらめっちゃ準備早くなりそう。よしくんさん、音符ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。みつさん、約束の卵聞いてみたいですね。あ、ありがとうございます。ちょっと練習しておこう。ああ遅くなってしまう。ちょっとメモっときます。OK、 はい、完了です。おちさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい。まなまなさん、うま、ありがとうございます。サルさん、相変わらずいい声、ま、エレキも前よりいい音してる。あ、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。あ、すいません、ちょっとまとめさせていただきます。ごめんなさい、パチパチ。フランス帰りのゆうじろうさん、せいじさん、しんちゃんさん、まなまなさん、埼玉のモインキュアさん、パチパチ、ありがとうございます。フランス帰りのゆうじろうさん、いいね、ありがとうございます。ガンさん、ゆでたまごさん、アメジストさん、みつさん、激辛さん、ひろみさん、ソルさん、よしくんさん、カノンネクタイさん、しろとまさん、ありがとうございます。パチパチ、いっぱいありがとうございます。ガンさん、花束ありがとうございます。嬉しい。りょうすけお兄ちゃんさん、さすらいハンターさん、さやかさん、ありがとうございます。嬉しい。はせよさん、ありがとうございます。トゥルースさん、ありがとうございます。あーちゃーさん、ありがとうございます。もなもなさん、黄色いだるま、ありがとうございます。せいじさん、まりんちゃんにキュンキュン。ありがとうございます。嬉しい。おなむなさん、だるま、ありがとうございます。紫だるま。おなむなさん、ピーちゃんにキュン、ありがとうございます。嬉しい。黄緑だるまも、ありがとうございます。ひろみさん、キュン、まりんちゃんの歌声に合ってますね。あ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。これからいろんなカバー曲もいっぱい歌っていこうと思います。頑張ります。初狩り駅助役さん。どこかで見たことがあると思っていたら元コインロッカーズ。なるほど、パチパチ。あ、ありがとうございます。はい、元ザコインロッカーズの泉マリンです。ありがとうございます。モノモノさん、水色だるま、ありがとうございます。水色だるま。アメジストさん、話と曲との転調、転調。そう、転調があるんですよね。はい。転調、カポを使っちゃいたいと思います。タカッチさん、こんにちは、ピーちゃん、こんにちは、よろしくお願いします。タカさん、こんにちは、こんにちは。りょうすけお兄ちゃんさん、ツイッターにあげたから後で見てね。あ、ありがとうございます。嬉しい、声が。ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッター、嬉しい、後で見てみます。ありがとうございます。ラブリー48&46 さん、お久しぶりです。今日歌ったのか聞き逃した。あ、お久しぶりです。歌いました。また歌いたいと思います。グッさん、作詞作曲もやってるんだ。あ、はい、作詞作曲もやっています。オリジナル曲も今は30曲くらい持っております。オリジナル曲もいっぱい歌います。
アンドリュー SK さん、久しぶり、いつもながら可愛らしい、あ、お久しぶりです、ありがとうございます。のれ猫さん、復活記念にピーちゃんアバにしました、あ、ありがとうございます、嬉しい、アバター、ありがとうございます、嬉しいです。テーマの梅ちゃんさん、すごいホームの3位になってる、あ、ありがとうございます、え、本当ですか、え、嬉しい、ありがとうございますありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。普通の鳥さん、マリちゃんこんにちは、アンドおかえり、あ、こんにちは、ただいまです、ありがとうございます、いいね、ありがとうございます、花束もありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。それでは、そろそろ次の曲を歌いたいと思います。あ、リッピーさん、はじめまして、こんにちは、めっちゃ可愛いですね、あ、ありがとうございます、こんにちは、はじめまして、15歳、あ、わ、めっちゃ戻っちゃった、どこだ、15歳の中学3年生のピーちゃんこと伊豆まりんです。歌やピアノやギターや DTM や作詞作曲をしております、応援よろしくお願いします、ありがとうございます。それではそろそろ歌いたいと思います。歌いたいと思います。 あとそう、ピーちゃんっていう あだ名が、私はピーちゃんっていうあだ名なんですけど、そのカゴの中から飛び出したいっていう、そういう思いでつけた名前です。カゴ、鳥カゴの中からこう羽ばたいていきたいなっていう思いを込めてピーちゃんっていう名前にしました。そういう由来となっていますあ、テロップ書きたいと思います。はい、次の曲はミオさんの光へを歌いたいと思います。はい歌います。ゆうりまるおしさん、ぴーちゃんこんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。銀眼の獅子王だよ、あ、そうなんですね、ゆうでいいけど、あ、ありがとうございます。あ、ではゆうさんって呼びますありがとうございます、教えてくださって、そう、さっき間違えちゃったありがとうございます。よしくんさん、花束ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。みーたさん、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。それではそろそろ歌いたいと思いますふ音が出なかった、それでは歌いたいと思います。それでは聴いてください。あ、これもミヤさんの光へもワンコーラスで終わりにしたいと思います。はい、それでは歌いたいと思います。聴いてください、ミヤさんの光へ。
There's a meaning of life。理想現実はクリック光の速度に変わっても、地球の輪より遠い距離、アダムとイブにはなれない。悲しみの生まれた場所たどって、その傷優しく触れて癒せたなら、溢れる想い、愛は君を照らす光になれ、切ないほどに、たとえ世界未来そこに私がいないとしても、今はそっと抱きしめてあげる。引き寄せて輝き続けたいよ。奇跡だって起こせるって信じたい、信じたい。ありがとうございました。みやさんの光へでした。ちょっとこれはリベンジですね結構間違えてしまった。そう、最初のアルペジオがなかなか難しくて、ピックでやると結構難しいので練習をしたいと思いますよいしょ。はい、そう、光へをちゃんと、そうですね、ギターを弾けるようになりたいです。弾けるように頑張ります。と、ミータさん、こんにちは、こんにちは。さっき歌ったかな。よろしくお願いします。光へはまた歌いたいと思います。今度歌います。キュンも歌います、また今度もY さん、タンポポありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。埼玉のモインキラーさん、星ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ミータさん、アイスありがとうございます。アイス。ゆうりまるおしさん、僕は日向坂ではめいめい推しです。あ、そうなんですね。おお、私は小魚さんが好きですめいめい、かわいいですよね、本当にかわいいもう本当に毎回日向坂で会いましょうとか見てるんですけど、本当に癒されますおっちさん、久々にお寿司かないみたい、モノマネします初モノマネかな、このこれで新しく再始動してからは初モノマネします。といきます。みんなみくをお寿司、あ、もう一回いきます。みんなみくをお寿司かない、はい、モノマネもいっぱいレパートリー増やします。ソルさん、ザ・ローリングカポ、ローリングですかね、ローリングカポっていう左の親指で演奏中に転調できるカポもあるよ。そうなんですね。そんなカポが、ちょっとありがとうございますローリングは、ローマ字苦手ローマ字打ちが、ありがとうございます。
あーちゃんさん、かわいい。あ、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。りょうすけお兄ちゃんさん、リクエスト曲探してみるね。あ、ありがとうございます。そう、リクエスト曲もどんどんやっていきたいなと思うので、ぜひ皆さんリクエストあったら教えてください。長谷川さん、あ、ありがとうございます。何度目の青空か夜明けまで強がらなくていい、どっちか聞いて聞きたいです。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。練習しときますありがとうございます。音が鳴っちゃう。あ、お、嬉しい。ありがとうございます。そう、みんなを紹介しましたありがとうございます。まさひろさん、乃木坂のライブ行ったことは。乃木坂さんライブ、そう、行ったことなくて、あの坂道グループさんのライブを行ったことがなくてですね、あの、そう、ないんですよ。だから行ってみたいですそう、まだ一度も見たことがないので、生で、あの握手会は一回行きました。はい、あの西田七瀬さんがすごく好きなんですけど、その卒業の時かなの、あ、でも自己中だったんですけど、あ、そう、卒業発表した直後ぐらいでしたの握手会で行きました。自己中で行こうの握手会に行きました。はいそう、本当にもう可愛かったです、忘れないソルさん、あ、マリンちゃんのリンの字ずっと間違っていました、ごめんちゃい。あ、全然大丈夫です全然ありがとうございます。そう、あの、そう、リンは基本的には示すがよく出てくる感じだから、そう、結構そう曖昧なんですけど、私は木なんですよねそう、全然大丈夫です、よく間違われます。そう、学校とかでも間違えられたりします。だから全然大丈夫ですありがとうございます。ソルさん、マリンちゃんは坂道大出でも惜しいとこまで行ったよね。ありがとうございます。坂道、そうですね、あの、もう2年前、そうです、2年前の夏に坂道合同オーディションを受けて、三次審査まで行かせていただきました。せいじさん、3曲目は何かな。まなまなさん、次は何かなありがとうございます。はせよさん、まさひろさん、1回も抽選に当たったことないので、ないです。あ、そうなんですね。あ、そう、私まだそう行ったことなくて、そう、行きたいですミニアさん、なるほど、ありがとうございます。野良猫さん、もう羽ばたいてると思うけどね。あ、ありがとうございます。嬉しい。でもそうですね、はい、羽ばたけるように、羽ばた、うんはい、頑張ります。そう、あとプロフィールとかにも生まれたてのひよこって書いてますそう、ちょっと書いてみました。
ありがとうございます、嬉しい。モノモノさん、おー、いよいよ宮でした、ありがとうございます。ノートさん、これも好きな歌だ。そうですよね、本当に光へめっちゃいい曲で本当に好きです。えんちゃんさん、ハートありがとうございます、嬉しい、ハートありがとうございます。しんちゃんさん、光へ泣きありがとうございます。さやかさん、最近ミオハマってるから嬉しい、あ、よかった、ありがとうございます、嬉しい。えんちゃんさん、いっぱいハートありがとうございます、嬉しい。せいじさん、みやさんも久々だね。そうですね、あの、そう、小色が入ってからはずっとそう、あの、できなかったので久々のみやさんですえんちゃんさん、バラありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。ソルさん、アルペジオやん、そう、全然できなかったんですけどちょっと挑戦してみました。そう、なんかアルペジオ本当に久々にやったから全然ボロボロだったんですけど、すいませんでした。また出直してきます、練習して。はい、顎関節症さん顎関節症さん、光へありがとうございます。アメジストさん、この曲スコ、私もスコですふうさん、音符ありがとうございます。ソルさん、馬ありがとうございます、嬉しい。そんな、コミマさん、やっぱりいい声だな、癒されますね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。グッさん、ピアノも機会があれば聞きたいですな、あ、ありがとうございます、ピアノもやっていきたいと思います。ナオトさん、あ、ありがとうございます。あ、すいません、まとめさせていただきます、ごめんなさい。激辛さん、ムニアさん、ガンさん、フランス帰りのユージローさん、セイジさん、アメジストさん、シロトマさん、エンちゃんさん、ありがとうございます、嬉しい。そう、ピアノももうちょっとしたら弾ける状態になるので、ちょっとあの、それまで、そうですね、いろいろと準備を進めていきたいと思います。フランス帰りのゆうじろうさん、いいね、ありがとうございます。顎関節症さん、ゆうりまろうしさん、すえひろさん、よしくんさん、ウェンディさん、ありがとうございます、嬉しい。激辛さん、尊い、ありがとうございます、嬉しい。そらさん、ひろみさん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。なねこさん、わ、これは聖域ぴったり、あ、ありがとうございます、嬉しい。そう、あの、ミオさんはもちろんその曲とかミオさんの歌声とか、そのミオさんの作る詩とか曲とかがもう全部好きなんですけど、なんかもう一つ好きな理由があるとしたら、なんかその自分が歌う時にすごく音程が合うなって思っていて、それも結構ありますね。なんか歌いやすいので、ミワさんの曲は、だから好きっていうのもありますそう、しんちゃんさん、ゆうたぴょんさん、ありがとうございます。のらねこさん、お見事、あ、ありがとうございます、嬉しい。みーたさん、久しぶりの歌ありがとう、ありがとうございます、こちらこそ、パチパチありがとうございます。しんちゃんさん、いろいろ思い出した、あ、ありがとうございます、懐かしいですよね。りょうすけお兄ちゃんさん、さやかさん、ありがとうございます、パチパチありがとうございます。ものものさん、ひかりえぴーちゃんの歌声に合っていて心地いいです、あ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。ハニーさん、マニちゃん、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。あ、ハートありがとうございます、ハート、あ、いっぱいありがとうございます、嬉しい。せいじさん、みやさん、さすがだね、声がしみます、
そう、本当に美和さんの曲大好きですね。本当に大好きです声が染みます。嬉しい、ありがとうございます。原田智弘さん、ピーちゃんこんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです、こんにちは、よろしくお願いします。ゆうりまるおしさん、金村美久、あ、そう、お寿司かない、やりましたモノマネもいっぱいやっていきます。せいじさん、ローマ字苦手は可愛かった、あ、ありがとうございます。そう、ローマ字ちょっと打つのが遅かったですあともう一個モノマネしたいと思います。いきます。あ、小坂直さんのモノマネをしたいと思います。大阪小坂欅坂上がります、三本坂を全力で駆け上がります。あれ、待って、あれ待って、駆け上がります、どっちだっけ、あれ忘れてしまった、駆け上がりますかな、あ、そうですねちょっと待って、もう一回やります。はい、もう一回いきます。大阪小坂欅坂三本坂を全力で駆け上がります、この勢い誰にも止められへんで、はいありがとうございました。モノマネもう一回ちょっと練習しておきます。ロンリーボーイさん、タクシー仕事、あ、タクシー、すごい、仕事しながら配信見てるけど、ピーちゃんの歌声ドライブしながら聞くのに心地いいですね、あ、よかったありがとうございます。お疲れ様です、ありがとうございますハセオさん、あ、ありがとうございます。坂道好きです。あきふみさん、フォローしました、ありがとうございます、嬉しい。ユニピッピさん、初見です、坂道好きなんですか、あ、坂道大好きです、坂道大好きでございます。りょうすけお兄ちゃんさん、俺も坂道ライブはないよ、行ってみたい、そう、私、そう、すごい行ってみたいんです、行ってみたい行ってみたいですね、行ってみたいそうなんですね、そう、なかなか当たらなかったりもしますもんね、行ってみたいですハニーさん、西野七瀬が好きってルカちゃんと推しかぶりじゃん、あ、ルカちゃんも、そうなんだ、かぶっちゃいました押しかぶりしました。はしごさん、握手会すら行ったことない、あ、握手会、そうなんですね、握手会また行きたいです、私も。山ちゃんさん、はんなちゃんからピーちゃん配信おめでとうって言っていたよ、あ、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、教えてくださってありがとうございます。みやさん、まにちゃんのりんは麦の方ですね、そうなんですよ、麦ですはい、ぐっさん、坂道はコンサート握手会いつ行っても人多いよね、そうですね、そう、本当に人が多くてびっくりしました、5時間ぐらい並んで、すごいなって思いましたね、本当に圧倒されました。山くんさん、再出発できてるの、再出発今日から、昨日からですかね、再出発しましたおなものさん、すごい
1800人、あ、2000人超えた、ありがとうございます。教えてくださって、教えてくださってありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ムニャさん、あ、フォローありがとうございます。嬉しい。レンさん、あ、スクデイ、あ、今日歌っちゃった、また歌います。今度配信で歌いたいと思います。あ、ワンフレーズ歌います。スクールデイズ、大声で叫ぼうか、青春しようか、 Because it is a fun teenager、 はじけよう、スクールデイズ。はい。また歌います。モノモノさん、だるま、ありがとうございます。ちょっとテンポ早めます。ありがとうございます。ベジータサイヤ人ゴッドさん、お久しぶりです。嬉しいです。ありがとうございます。また始めました、よろしくお願いします。リオスケお兄ちゃんさん、歌いやすさも考えて、あ、全然大丈夫ですよ。何でも何でも言ってください。はい、何でも嬉しいです。それではそろそろ最後の曲を歌いたいと思います。はい、それでは歌います。そろそろテロップを書き直したいと思います。最後の曲はオリジナル曲のスプリングという曲を歌いたいと思います。はい、この曲は春の曲なんですけど、まあスプリングという春の曲なんですけど、今の時期にぴったりかなと思って歌いたいと思います。はい、それでは歌いたいと思います。よいしょ。はい、それでは、あ、この曲も今日はちょっとワンコーラスで歌いたいと思います。今後フルコーラスでいろんな曲歌っていきたいと思うので、ぜひ、はい、ぜひ聴いてください。それでは歌いたいと思います。はい、それでは聴いてください。オリジナル曲のスプリング。暖かくなるまで。
ありがとうございました。オリジナル曲のスプリングでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コメント読んでいきたいと思います。コロさん、頭抱えてるマリンちゃん可愛すぎかよ。ありがとうございます。ちょっと分からなくなりました。駆け上がりますでした。野良猫はん、あ、野良猫はって呼んじゃった。野良猫さん、モノマネはまあ可愛い。ありがとうございます。みおさん、小魚ありがとうございます。小魚さんやりました。ひろみさん、そろそろ視聴者2000人。2000人ありがとうございます。嬉しい、本当にありがとうございます。ザキさん、こんにちは、かわいいですね。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。歩く肉団子さん、坂道の番組の MC で誰が一番好き？誰皆さん有名な芸人さんなので本当に選べないですけど、はい、うん誰が一番皆さん面白いですねなんかそれぞれ違ったこうなんだろう、接し方というか違ったいじり方なんて言うんだろう、そう、すごいそれぞれの番組がなんかそういうこう雰囲気があって、なんかすごい面白いなって思います。たまさん、視聴者2000人超えましたね。ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ランディ・オートンさん、ツイッターフォローさせていただきますね。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。しんちゃんさん、善悪は大変だね。そうですね、善悪行きました。そう、本当にびっくりしましたね。うん、本当にすごいなって思いました。レンさん、ありがとう。ありがとうございます。ベジータサイヤ人ゴッドさん、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。せいじさん、アカペラスクデイパチパチ。ありがとうございます。最後はスプリングでした。りょうすけお兄ちゃんさん、最後でした、すいませんそう、またショールームやります。今日中に次の配信の告知ができたらいいなと思うので、ちょっと考えておきます、次の配信。ベジータサイヤ人ゴッドさん、ツイッターフォローしました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ソルさん、坂道じゃないけど STU2 期生、2期研究生の僕らの春夏秋冬、僕らの春夏秋冬だ、超有名、超名曲だよ、聞いてみて。ありがとうございます。
え、聞いてみます。ちょっとメモりますね。ちょっと、うん、あ、はい、うん、ちょっとどうしよう、遅くなってしまう。僕らの春夏秋冬、うん、か、しゅ、う、とう、はい、打てました。はい、ありがとうございます。教えてくださって。聞いてみます。ゆーとぅさん、マリンちゃんこんにちは、仕事中だけど聞いてます。あ、こんにちは。あ、お仕事中お疲れ様です、ありがとうございます。えんちゃんさん、てんてんてん、ありがとうございます。よしくんさん、星ありがとうございます、星ありがとうございます。えんちゃんさん、音符ありがとうございます。みーたさん、音符ありがとうございます。ベジータサイヤ人ゴッドさん、ルンルンありがとうございます。ノートさん、音符ありがとうございます。よしくんさん、星ありがとうございます。いっぱいありがとうございます、嬉しい。みーたさんも音符ありがとうございます、ありがとうございます。いっぱいだ、嬉しい、ありがとうございます。あ、すいません、まとめさせていただきます、ごめんなさい。アンドリュー SK さん、素敵な歌だね、ありがとうございます、嬉しい。激辛さん、ベジータサイジンゴットさん、ムニャさん、ナオトさん、モノモノさん、ミヤさん、フランス帰りのユージロさん、ヒロミさん、ヨシカンさん、ユータピョンさん、ありがとうございます。フランス帰りのユージロさん、いいね、ありがとうございます。セイジさん、ミータさん、ガンさん、顎関節症さん、ありがとうございます。ヨシカンさん、パチパチありがとうございます。エンちゃんさん、リョウスケお兄ちゃんさん、イガヤスランドさん、ありがとうございます、めちゃくちゃいい曲、嬉しい、ありがとうございます。アンドリュー SK さん、さやかさん、ラブリー48&46 さん、ベジータサイジンゴットさん、いい曲ありがとうございます、皆さんパチパチありがとうございます。ゆでたまごさん、ユーツーさん、ありがとうございます。モノモノさん、うま、ありがとうございます、嬉しい。皆さん、オリジナル曲いいね、あ、ありがとうございます、いっぱい歌っていきたいと思います。オッチさん、好きだ、ありがとうございます。告白。ひろみさん、すごくいい曲ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。アメジストさん、パチパチありがとうございます。雪うさぎさん、初見です、見た目はひよこ、中身はうさぎ、雪ぴょんです、にゃーありがとうございます、はじめまして、よろしくお願いします。ピーちゃんこと一味マリンです、よろしくお願いします。15歳の中学3年生です。あ、私もひよこなので、ピーちゃんなので一緒ですね。あ、でもうさぎ、え、うさぎかわいい、ありがとうございます、にゃー。奈良猫さん、いい曲や自分の中から素直に出てくる曲はいいもんです。あ、ありがとうございます、嬉しい。今も作曲中です。警備員さん、パチパチありがとうございます。せいじさん、今の季節、今のマリンちゃんにぴったりな選曲だったね、目をつぶって聞いたら泣けた、あ、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。モノモノさん、春を感じるいい曲、あ、ありがとうございます。グッさん、 NMB 推しだけど乃木は、堀ちゃん、あ、堀ちゃんも可愛いですよね、堀ちゃんいいですね。ゆうとぅさん、18時から乃木坂に帰省のショールーム、あ、そうなんですね、あ、アバターゲットしたい、見ます。モノモノさん、2000人ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。それではそろそろランキング発表をしたいと思います。今日はですね、今日は3月7日なので、
3月7日で3と7で、37位の方から読ませていただきます。はい、3月7日に皆様と、あれ今日3月7日でしたっけは、あ、合ってた。そう、一瞬8日かなと思っちゃったりしてはい、3月7日なので37位の方から読ませていただきます。37位、しげきさん。36位もももさん。35位松竹さん。34位パンダタイムさん。33位ソルさん。32位アンドリュー SK さん。31位たかしさん。30位イガヤスランドさん。29位原田智弘さん。28位オッチさん。27位 Y さん。26位埼玉のブインキラーさん。25位ともさん。24位スケーモンさん。23位ワクテカさん。22位セイジさん。21位ヒロミさん。20位またたびさん。19位コロさん。18位スミダさん。17位、あ、変わった。18位フーさん。17位ミオさん。16位普通の鳥さん。15位激辛さん。14位ヒロミさん。13位アーチャーさん。12位ナオトさん。11位カブさん。10位ハルちゃんさん。9位ケイさん。8位ゆでたまごさん。7位アツシさん。6位エンちゃんさん。5位アメジストさん。4位モノモノさん。3位セイヒロさん。2位ヨシくんさん。1位ガンさん。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。とモノモノさん、見てよし、聞いてよし、話してよし、ピーちゃんの魅力がたくさんの人に伝わるといいね。あ、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、ありがとうございますこれからも頑張っていきたいと思います。えんちゃんさん、次の配信も楽しみ、ありがとうございます。りょうすけお兄ちゃんさん、あ、20時から、え、そうなんだ、そうなんですね、え、見ますもっさん、ティムさん、ティムさん、お久しぶりね、ミスユー、ミスユーお久しぶりです。マッチュさん、初見でちゅ、初見ではないですね何度も見たことあります。新ルームかな、あ、新ルームになりました。ありがとうございます、フォロー、ありがとうございます。ベジータサイヤ人ことさん、あ、いいね、ありがとうございます。よしさん、ハロハロ、初見です、はじめまして、よろしくお願いします。15歳中学3年生のピーちゃんこと伊豆マリンです、よろしくお願いします。埼玉のモインキラーさん、あ、ピーちゃんの由来、ピーちゃんの由来はですね、私はそのカゴの中の鳥にだと思っていて、そのカゴから、鳥かごから外に羽ばたいていきたいなっていう思いで作ったあだ名です。そう、カゴの中の鳥っていう設定ですはい、そこから綺麗な鳥になって羽ばたいていけるように頑張りたいなという思いでつけました。おっちさん、ありがとう、あ、こちらこそです。よしさん、ありちゃんのツイッターから来ました、あ、ありなちゃんの、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。新しくウェーブ所属になりました、よろしくお願いします、ありがとうございます、嬉しい。フランス帰りのゆうじろうさん、楽しい配信ありがとう、あ、こちらこそありがとうございました。みおさん、3月7日ですよ、あ、ありがとうございます、教えてくださって、一瞬あれ、あれ、ま、合ってるかなって思っちゃいました、ありがとうございました。れんさん、あ、ありがしたえんちゃんさん、ありがとうございました。みおさん、あ、パチパチ。みーたさん、ありがとうございます。ゆでたまごさん、ありがとうございます。かんさん、あ、改めておかり、ありがとうございます、ただいまです。よしくんさん、あ、ありがとうございます。顎関節症さん、ありがとうございます。みにゃさん、またね。ソルさん、ありがした。アメジストさん、あ、ルカルカアバターで、ありがとう、こちらこそありがとうパチパチ、ありがとうございます。途中に
そうですね、告知をしたいと思います。普通のトリスありがとうございます。ぐさん、そうですね、もう終わっちゃう1週間早いですね。2月がもう最速でしたあっという間でした。おちさん、あ、ありがとうございます。きです、ありがとうございます。埼玉のボインキラーさん、あ、ありがとうございます。今後も頑張ります、ありがとうございます。せいじさん、あ、よかったです、ありがとうございます。コメント読みもちょっともうちょっと早くしたいと思いますありがとうございます。また来週りょうすけお兄ちゃんさん、あ、ミクさん、あ、そうなんですね、あ、見ます、ありがとうございます、教えてくださって見ますアメジストさんを確認できたからCD1000 年で、あ、ありがとうございます。そうですね、 CD 制作をまずは頑張りたいと思います。顎関節症さん、あ、こちらこそありがとうございます。グサン、ピーちゃん、インコインコはい、わー、コメントが埼玉のメインキラーさん、意味の深いニックネームだね、俺とは大違いだ。全然全然特徴的でいいなって思います覚えやすいです。激辛さん、あ、これからもよろしくお願いします。直人さん、ありがとうございます。雪うさぎさん、今日の前髪は割といいです、割と90点ぐらいです。アンドリュー SK さん、あ、ありがとうございます。羽ばたき始め頑張ります。白友さん、あ、 CD 頑張ります。雪うさぎさん、お手一番星桃次郎さん、またね。伊賀安ランドさん、あ、ありがとうございます。こちらこそ幸せでした。ひるみさん、あ、頑張ります、ありがとうございます。ベジータサイジンゴットさん、ありがとうございます、お疲れ様でした。ゆきうさぎさん、90点でしたそう、90点です。今日はベジータサイジンゴットさん、あ、ありがとうございます、頑張ります、お手あ、とうとい、ありがとうございます。シロウさん、ありがとうございます。おなまさん、これからも頑張ります、ありがとうございます。はい、それではもう終わりになります。今日もたくさん見てくださってありがとうございました。最初ちょっとトラブルで遅れてしまって本当に申し訳なかったです。次はしっかりと準備をしてちゃんと定刻通りに始められるように準備しておきます。はい、ありがとうございました。たくさんのコメントとギフトといろいろパチパチとかアバターとか星とかカウントとかいっぱいありがとうございました。これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。それでは終わりにしたいと思いますそれでは終わりにします。ありがとう、ちょっと水を飲んでもう一回挨拶しますちょっと最後のコメントは読めないんですけど、今日もたくさん見てくださってありがとうございました。それでは終わりにします。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、行きます。